们两个现在要去 Tiffany 调整戒指，看小孩里面要刻什么。我们两个去用戒指的那一天，还顺便一起来吃了寿司。每次只要来 Sakuramachi 都要吃这家寿司。寿司マジうまいから。もっといち。鲑鱼肚，其实我们已经好久没有吃到鲑鱼肚了，每次来都卖光光，终于吃到了。好喝吗？好吃。好喝，飲み物は好喝。好吃的。好吃好吃。好辣，我食わなくていいの。ちょうどよさそう。本当はワンサイズを買おうと思ったけど、ツーサイズを買ってしまった。里面的字可以选这么多种样式，上面两种字体是免费的，下面四种字体是要钱的。班班感觉很开心。开心だね。受験を入れます。ね。最初俺ルーちゃんハートの方が好きかなと思ってた。私大人なもん。いきなり大人アピールしないでくれ。等到戒指送到之后，我们两个再拍一下影片跟大家讲。大家好，我是露ちゃん。文ちゃんです。今日も動画見てくれてありがとうございます。本日はね、記念文字を入れた指輪が届きました。じゃあね。早速中見ていきたいと思います。いっぱいある。ね、まずじゃじゃん。これ何書いてあるかっていうと、指輪の種類とかいろいろ書いてあるんですよ。自分買う時にもね、見せられていろいろ説明受けたんで、皆さんにもちょっと説明していこうかなと思います。でね、まずね、3つダイヤ買う時にね、必要なことがあるって。何？ダイヤ買ったことないから。そうでしょ。まず1つ目がね、純度っていうのがすごい重要で、純度っていうのは中にね、どんぐらい不純物が入ってるかどうか、うん、それもティファニーの中では基準値としてね認めてるらしくて、大きく分けて4つ、細かく分けると1、2、3、4、5、6種類に分けられてて、うん、一番上のフローレスってのが一番純度がいい、うん、もう何も不純物が入ってない。でこの下に行く VS2 とかになると、まあちょっとね不純物が入ってるっていう形のダイヤになる。2番目ね、ダイヤの色合い、ダイヤの中にもいろいろな色があって、無色になっていくほどいいので、ちょっと黄色がかっていくと良くないダイヤっていう風に言われてて、ティファニーの中では DEFGHI がこのティファニークオリティって言って、ティファニーの商品となる。ティファニーは他のちょっと薄い色とかそういうのはないんだから、もうティファニーで買ったらもう D から I のティファニークオリティのダイヤが買える。でその中でも D が一番いい、一番綺麗、無色で、 D から I の中で6種類グレードがあります。色で輝きとかも変わってくる。だから俺ね、正直買いに行く時あんまり調べてなかった。正直にあのティファニーのあの形、昔から多分映画とかで見せたからかな、あの形がすごいイメージに残ってて、あれを買おうあれを買おうっていう思いでティファニーに行ったんですよ。行ってからいろいろ店員さんに聞いて決めようと思って、その日に無知識で行ってるから、いろいろ教えてくれてね、優しかった。それ全部ふーちゃんが覚えるのがまたふーちゃんでしょ。いや俺もね、めちゃめちゃ真剣に聞いたの。あ、これそういうことなんだと思って。で3つ目ね、うん、3つ目よく皆さんがよく聞くカラット、クラね、クラ、そう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 。で一般的にはね、このカラット数が大きくなっていくほど高い、ね、値段も高くなっていく。あ、これは私は知ってる、うん、俺もその知識だけ知ってたの。俺最初 0.3 カラットと 0.27 カラットと0.33 カラットでちょっと悩んでたの。でも 0.27 カラットの方が高いの。なんで？なんでしょう。輝き？そう、輝きとかさっき説明した2つ、無色になるほどいいですよ、純度が高い、純度が高いほどいいですよ、その2つがいいほど高くなる。でその 0.3 とか 0.33 とかは純度とか色がちょっと落ちてる。あ、そうなんだ。だからカラットが大きいからって全部高いわけじゃない、だからカラットだけじゃないんだなって、そこで俺初めて知った、うん、私も今初めて知った、ね、もう全て俺カラットだけだと思ってたのなんかダイヤって全部輝きが一緒で切ってる形とか、うん、そんだけで変わってくんのかなと思ってたけど、私も純度と色合いとかで全然変わってくんだなと思って。ふーちゃんティファニーもう売りに行っていいよ、うん、多分俺店員になれる
まあその中でね、ティファニーはその鑑定書ってのをもらえるの。そのダイヤを買うときにこのダイヤは純度が何で色合いがどれで教えてくれるんですよ。うん、その鑑定書がこれ。鑑定書見た時びっくりしました、うんうんうん、なんか最初は紙1枚かなと思ったんだけど、まさかこんなラッピングされててね、すごい綺麗。ちょっとまだ自分も開けてないんで今開けてみます。これ落とせるかな、うん、私とふーちゃんリボン多分無理開けます。わー、わーすごい、很漂亮耶。他的话就会长这样噔噔。然后侧边的这个地方呢，它有一张纸，把它抽出来看一下，算是保证书吧。然后证书的话呢，是旁边这一张有一点厚度的纸。これが今回ね、2個ちょっとね考えた部分があって、まず一つ目はカラット数。カラット数は、まあ、今回 0.27 カラットにしたんですよ。なんでかわかる？わかんない。27歳なんですよ、ルーちゃん今。その 0.27 は27にかけて 0.27 カラットにしました。おお。そう。そこまで考えてくれ。そう。ありがとう。で、もう2つ目が輝き。すごい悩んでたんですよ。やっぱカラットが大きい方がいいかなとか、 0.3、0.33、0.27 どれがいいかなと思った時に、店員さんに、じゃあちょっとシャッフルしますから、ちょっと後ろ向いてください。シャッフル？だから後ろ向いたの、うんうんうん、で目つぶって、うん、店員さんがこうやってシャッフルしてくれたので、その中で一番輝きが良くて一番いいと思うものを買いましょうって言われたの。だからやっぱね、悩む人って多いらしくて、そうだ、ね、だから俺もすごい悩んでたから、見た中で一番輝いてて綺麗だなって思ったのが 0.27 でした。私の誕生日。そう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 、運命だ。運命運命。だから 0.27 の中でも結構上にあるダイヤモンドを選びました。すごい、やっぱ27歳の中でも輝いてるルーちゃんというねイメージをつかしてダイヤモンド買いました。こんな思いで買ってくれるのが私大事につけないとね。そしたら最後にね、記念文字入れたダイヤを開けていきましょう。はい、結婚指輪はまた時間を作って自分で作りに行きたいんだよな。うん、一緒にね、うん、作りに行きたいね。ね、そうそう、やっぱりあの婚約指輪はブランドより2人で自分で作りたいなっていうのがあって、婚約は本当になんかもうこうやって飾るだけでもいいかなと思ってるんです。ファンジャーズパ飾るだけでもすごい綺麗じゃないですか、孫とかに見せる。そう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 、やっぱりね、こうやって輝きがいいものってすごい気持ちいいよね。結婚指輪と婚約指輪違うじゃん。でも結婚指輪はいつ時間作って机に行くのかまだ分かんないから、ね、その前にはずっとこで。そうそう、うん、プロポーズの時ってやっぱりサイズ大きめを買うんですよ。結婚しましょうっつってこうはめた時にさ、あうはまらないってなったら恥ずかしいじゃん。そうだね、だから彼女のサイズのワンサイズアップ買うことにしました。今調整の後はちょうどいいです。うん、ちょうどいいね。ね、ブブいいね。あれちょっと太ったのかな。ね、太ったね。いや明らかに太ったよ。啊，そうなの。前有ちょっときつくなった。嗯，是。因为买的时候只有文丹一个人去，那后来求婚之后，就是我们两个一起去 Tiffany， 然后请他们帮我们把字签进去。除了他固定给的那几个字型之外，还有另外几个追加的字型。那另外几个追加的字型的话，就要加钱。然后我记得他有规定，只能录几个字在里面，如果超过的话，就是也要加钱。人生第一个跟结婚有关戒指。これはもうルーちゃんの一部で、0.27 から27歳のルーちゃん。ルーちゃん50歳になってもこれを見て27歳の時の思い出を。思い出してくれたらいいなと思います。出します。ありがとう。でこれからはあの時間を作ってね、2人一緒に結婚指輪を作りに行って、うん、まあいつ作るのはまだ全然考えてないんだけど、まあとりあえず2人一緒に時間作って急ぐものことはないから ね手作りで楽しそうじゃん。コン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 って。あるじゃん、下手になりそう。大丈夫、下手じゃないから、先生がいるから。先生が手伝ってくれる。好，那这个影片就这样子。经过文丹的讲解，大家有更知道钻石要怎么分辨吗？如果之后有人要买戒指的话呢，顺便可以参考文当意见。我觉得他现在对钻石算是还蛮了解的。ダイヤモンドについて俺めちゃめちゃ説明できるよ。この動画ね、もし参考いただければ嬉しいです。那我们就下次再见到，拜拜。See you next time, bye bye。君と終わらない歌を歌おう。たとえ夜が明けようとしても。